はい、皆さんこんにちはでございます。ということで今回やっていくのはハーストーリーでいいのかなというゲームをやっていこうかな。これ結構前のゲーム、もう2年ぐらい前のゲームなんですけど、今週の金曜28日にこれの続編が出るということで、今80% オフでこれ200円ぐらいで買えるんですよね。ということで、スチームのお金余っていたので、ちょっと買ってみようかなと思います。めちゃめちゃ評価が高いゲームでありますので、知らない人ももちろん楽しめるし、知ってる人もね、あ、久々にこれを見てみようみたいな感じで見ていただけたらと思います。それではやっていきましょう。スタート。なんか、1994年、イギリスで一人の男性が行方不明になったらしくて、妻とされる女性に対する事情聴取して、なんかデータベースに保存されてるんで、なんか、そういうの、警察のデータベースに保存されている事情聴取の映像を分割データとしっかりずつ調べていくことで、それずつが少し個性的でしたということらしいです。ということで、わ、古いパソコンだな、このさ、昔のパソコンってちょっと球体型やなんな。わかるかな、みんな。ということです。アーカイブにアクセスするための検索ワードを入力してください。殺人検索。お、出たよ。これいいのかな？この人が奥さん、10秒。再生していきましょう。お、実写。え？多分奥さんなんだと思うんだよね。だから男性が行方不明になって、あ、これ殺人ですよみたいな、マジかみたいな感じになってんじゃないかな。あ、見たやつはこれあれか、もう目がついてないのか。ちょっとこれ見てみましょう。12秒。 Yeah. ええ、私よ、何かを見て私って言ってるね。数ヶ月前、サイモンの殺人と何の関係が。ちょ、これ書いていこう。多分旦那さんがサイモンっていう人だと思うんだよね。サイモンの、奥さんだと思う、今事情聴取してるのは。だから夫が殺されたってことは、サイモンが殺されたっていう形でいいんじゃないかなと思います。次、長いねこれ。21秒。弁護士と話させて。殺人の凶器もないけど証拠もない。作り話。本。この3つを見たところなんとなくしか分かんないんだけど、他になんか見れるものはあるのかな。こいつがデータベースだ。ああ、これね、こっちを先に見るべきだったのかな。ゲストとしてアクセス権を取得しておいたよ。見たところちゃんと機能しているようだな。オリジナルビデオテープから移行は1999年に行われたみたいだが、この後のその後の Y2K 騒ぎ、なんだこれ、キーワードだな多分。 Y2K 騒ぎやなんやらでこいつは放置されたままになっていたようだ。残念ながら刑事の映像が入ったサーバーの方は見つけられなかった。あるいは1997年の洪水の際にやられている。1997年洪水、こういうのが多分後々出てくるのかな。まあ、とりあえず気になるところをどんどんメモっていく形でいいかなと思います。はい、ロジックデータベースについて。長えな。あ、クリップしておくように検索ボックスの言葉を入力する必要があり、言葉を入力して検索をすると、その言葉が含まれるクリップが検索され、まだ半角スペースで区切って複数の言葉を入力することで検索の幅を狭めることもできます。強盗スーパーマーケット。ふんふんふん。資料の手元にある場合は発言の全文をダブルコーテーション囲うことで、検索したクリップは後で参照してクリップの保存をクリックしてください。はあはあはあ、なるほどね。これは何？これまだ残しておいた方がいい感じかな。データベースチェッカー。あ、こんだけあるってこと？この今緑が3つってことか。これをつなげて、時系列つなげていけば、ストーリーが見えてくるってことか。時計。うわ、古いな、これ。ということで、今分かったのは、サイモン。カタカナで大丈夫かな？出るか？おお、めっちゃ出た。サイモン見てみましょう。サイモンスミス、アーガンブラザーズってガラス会社。アーティスティック、
ほん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 。ガラス会社に勤めているサイモン・スミス。OK。It's the Rockington Arms, ザ・ロックはピーターとスーザンという感じのいいカップル There's some が other 経営していて、サイモン常連だった。 and the barman たまにヘレンって娘も働いてる。 Peter said Simon had been サイモン、あの drinking 日何杯か飲んでいた。 ああ、事件の日か。待てよ。サイモンは、よく通うバーに行っていた。その日もね。で、なんていうお店だったっけ？ It's the Rockington Arms, ザ・ロック。 the Rock. It's run by a nice ザ・couple, ロッ Peter and ク。Susan. で、There's some other drinkers there that Sammy likes to drink with, ピー and the ター、barman they're having sometimes. Peter said Simon had been in a few drinks. スーザンが働いていて、ヘレンって人もバイトでいたって。ほんほん、見えてきたよ。次。Yes, there's an Amstrad one. アムス It トuses ラ、it very much. There's プリンターめっちゃ持っ pretty ていて、interesting. Write letters on it. Simon サイモン時々 sometimes ゲー gives ムをやっgifts. ている。うん。Save the princess. 塔に登っておし、お姫様を救うようなやつ。ラプンツェル的な。ほん。ここだからあんまり意味なさそうだね。サイ Simon モンは失踪したり、is 自the 暴自棄になる type ような人じゃない。to run off or do anything crazy. Someone must have done something to him. ああ、There 事故 must にあっ be some た kind of accident. と思う。So what do we do next? なるほど。次。Thanks. Please find Simon. I love him so much. 彼を愛しているの。7時10。18年6月。ほんほん。ちょっとデータベース見てみるわ。ああ、こう繋がっていけるよね。へえ、他にキーワード、ザ・ロック、出るかな？お、出た。Friday evening, 金we 曜had のan 夜。argument. He left. On Saturday, he didn't come back. I waited all day. エリック。He was supposed to go help Eric エout リッwith something ク。on the Saturday afternoon. He had a job. エリックって誰だ？ So Eric was ringing on the phone. エリック。 I checked at the Rock, that's our local. ザ・ロックって地元の店に。He said they'd seen him on the Friday night 金曜の夜に来 at た。ほんほんほん。6. He still wasn't back this morning. 帰ってこない。He just isn't like him at all. Still not back by dinner 暗くなってき time. てもまだ It's 帰 getting らないか dark ら。again. うん。So I decided to continue. はあ、なるほどね。帰ってこなかったから警察の方に行った。彼の両親元にも連絡がない。なるほどね。なんか本当の事情聴取してるみたいで面白いな。これはまた別日なんだろうな。髪の毛が違う。わからない。I guess the rock. You've spoken to everyone there. Someone must have seen where he went. ああ、バーからの行き先がわかんない。So many things could have gone wrong. なんか、このとこ、今のところこの奥さんはすごい心配してるって感じだよね。じゃあ、エリックって人は誰なのか、ちょっと調べてみましょう。うわ、めっちゃ出てきた。エリック。He was wearing a 青いshirt, タートルネックのシャツ。a blue turtleneck ジーンズを shirt, 履いている。and jeans. He has a watch. 腕 It's 時計 a really が nice one. 結構 It's 高 given そう to みたいな。 his boss, Eric. 上司か、上司か。 He had his coat, a long grey duffel coat, black pants there. He would have taken that with him. It's not in the house. なるほど。エリックっていう人は、サイモン・スミスの上司。なるほど。 Yes, there's a car that we キ share, ャバリエ。Cavalier. わかん The ねえな。 van he uses for work. It's owned by あ、Eric, but 車も借りてんだ。we look after it. Both of them are there now, parked in the street. 2台とも I'm not sure if 車it's は still 家にある。there. I can look if you want to get back. 家にあるはず。ほんほんほん。めっちゃいい上司じゃん。車を貸してくれるの？ Yes, that would be in his wallet. 財布に入っている。 It's ビザ a カード。Visa silver one. He doesn't like to spend money he doesn't have, so 現金で払う。俺も現he 金should 主義be ですね。 cash, Eric could be いいcash. 上司だね、エリックさん。エリックさんが殺した説、これまた別日だね。Eric was like an uncle to him. They were pretty close. They spend a lot of time with each other.
especially when they have to go to conferences. Have you met his wife, Diane? 奥さんダイアン、エリックの、はエリックの奥さん、エリックの妻はダイアン。サクサクじゃね？これダイアンで調べれば。ダイアン出るか。おお、また別日。え、なんかギター持って。Diane is really nice. She helps out at the glaziers, organizes the Christmas party, that sort of thing. They have two kids. あ、エリック社長なの？子供が二人。She used to look out for me when I worked there. ほう。これ見たやつ。これいつの日？ Yeah.That's Simon's watch. サイモンの時計。It was a gift from Eric. He got it this year. エリックからもらったやつ。It was a wedding anniversary. Steel. It would have been Diane who chose it. She has really nice taste. あ、奥さんが選んであげたよって。That time. You must eliminate me. I was in Glasgow then. グラスゴー。私はグラスゴーにいた。この日奥さんはグラスゴーにいましたと。ほう。見えてきたんじゃないですか？ He would go to the pub. パブに行くことが多い。There, no、飲み屋みたいなね。Sometimes Eric, his boss, and his wife would come over for dinner. That would be us returning the favor. Diane is a really good cook, into her trendy ingredients.And the last time Simon cooked something off MasterChef, he got the recipe off CFAX, and I did my Lloyd Grossman bit, commenting from the sidelines. Fennel. Fennel って何だ？ Have you ever eaten? ない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 。Fennel って何？お、実績ロック解除してきた。これなんでギター持ってんの？ Simon and Eric arguing? サイモンとエリック。想像もできない。Unless it was something to do with work, maybe Simon was being too much of a perfectionist. But I don't know. You should ask Diane. ほん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 。サイモンとエリックが喧嘩してた。あとグラスゴー。これ奥さんが言ってたとこだね。グラス出てるかな。出た。I got in the car and I drove.車に乗って走り出した。グラスゴーは何なんだ？ Yes. この続きだろうね。Exhausted, so I pulled over and slept in the car. I woke up because a rubbish truck went past. I got some petrol, bought a coffee and a pastry. Tried ガソリンスタンドかな。グラスゴー。 No, I don't think so. Glasgow was deserted that early in the morning. グラスゴーはなんなんだ。 When I arrived in Glasgow, I was exhausted. The streets were empty. I was driving badly. And I hit a taxi. Not a big crash, just paintwork. 事故ったのか、奥さんはここで。 The guy was so pissed off because I didn't have a driving license on me. But when I told him I was pregnant, 妊娠してんの？ He made sure I got to the hospital so they could check me out. 情報が多い、情報が多い、情報が多い。 It was fine.Hospital must have details when I was looked at. 奥さんは妊娠中。妊娠中なのね、奥さんは。妊娠中。待って、情報が多い。奥さんは、妊娠中でございます。おめでとうございます。ってなって、もうなんかもうないんだけど。ヘレン。ヘレンって人が、あんまり情報出てないんだよね。バイトの子、出てるかな。お、一個出てたね。あー、喧嘩したことをヘレンには伝えていた。
ブロンドの女が好き。ほう。ヘレンには相談していた。なるほどね。ピーター。一つずつしらみつぶしに検索していくって感じでいいのかな。ピーター、ないね。スーザン。出るか？出ねえか。ってなったら、あとはなんだ？え？あ、だいぶ埋まってきたけどな。なんだ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 。なんか、なんかまだ、いるような。免許？妊娠か。出るか。出た。I got pregnant. ほう。Both our parents had a big powwow. We weren't even in the room. でき婚か。でき婚って感じかな。I lost the baby. I had a miscarriage at 8 months. あ、流産しちゃったんだ。We carried on living at Simon's parents until. But it was only a few months after. ん？なん、この事故った時にはもう流産してたの。え、どういうことだ。ちょっと保存しとくか。これはちょっと怪しいぞ。 Yes, I inherited it from my parents, so it made sense to move back, me and Simon. 2人？ Felt like going back to old ways before the pregnancy. Reminded me of being a girl, a dollhouse in the attic, old things. We didn't sleep in my parents' bedroom for a long time. We decorated it as soon as we moved in, butIt was another year before we started sleeping there. ちょっとわかんねえな。妊娠？ Yes, I'm fine. Oh, I was sick again. This happened some days. 何が起きたの？ I'm pregnant. 妊娠してる？ This morning sickness. なんでだ？この時には流産してて、ここでは妊娠したってこと？え、こんな美人、怖い怖い怖い。え、こんななかったやん、さっきまで。え、さっきはなかったやん。Well, yes. He found out on my birthday. I told him I was pregnant. どういうこと、どういうこと、怖いな。妊娠してる、妊娠してる。流産？出た。Then my parents died. 両親が亡くなった。It was the worst year of my life. The miscarriage and then my parents. 流産して両親が亡くなった。Yeah. これ長いな。33秒。The neighbor called me. I had to use my key to let them in. We found them dead in their bed. 寝たまま亡くなっていた。And they'd been there for days. No one had noticed. Just awful. It was so soon after my miscarriage. In the worst year of my life. I'd been so happy to get married, and after that, it was just like, fuck. Fuck だけ読め。ああ、怖い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 。ハナ？ハナって誰だ？この人の話じゃないんだ。ハナって誰？どういうこと？ハナとサイモン。
両親と暮らし、最後は学校卒業。花、そんな顔してない俺。花。花って誰？ My name is Hannah. H-A-N-N-A-H. It's Pandre. ほうほう、なるほどね。It doesn't work from Eric though. It's not quite symmetrical, but well, you get the idea. Sorry. Hannah Smith. I live at 31 Gladstone Street. Hannah Smith. Kyoudai ってことかな？同じだよね、名前が。え、怖い。なに、ああ、大丈夫？イブ？誰だイブって。怖い。かわいそうなサイモン。あ、いなかったんだ今。え、待って、怖くなってきたんだけど。Yes, my name is Hannah Smith. Oh, shit.え、待って、これ何 Yes, my name is Hannah Smith. Hannah Smith. Shit. Sorry. え、違う？ Across the road, when my parents first lived there, フローレンス、助産師。When Hannah was born, I was born at the same time.The midwife was there to help. I'd been throttled by the cord, probably wrapped around my neck by Hannah. The midwife told my mother I was dead. But I wasn't. She wrote all this stuff in a diary. Amazing what people will admit to on paper. どういうことだ？ハナ・スミス。ハナ・スミスって誰だ？ She recognized me from the window. She told me to come inside, and she hid me. They had made the attic into a place where Hannah could play. There was a dollhouse. さっき話してたなこれ。She hid me up there. No one else ever went into the attic. It was her place. 待って、この人奥さんじゃない説出たぞ。難しいな。イブって誰だ？イブ出たな。イブ、well, あ、友達なんだ。友達、男の子に人気があった。モテるってこと？ん？嫉妬？なんだ。Yes. We'd fight. We fought on the beach once, and I held Eve's head. 友達とは。There was no one else around. It was at the far end of the beach. I held her head under, and I kept it under. And for a moment, I just wanted to kill her. こいつやべえやつなんじゃないの？ああ、一瞬。仲直り。よくできるな。よく許したよな。Police station. Yeah. When I was young, we ran away on my birthday. Bob Dylan was playing in London, and we thought we could get into his tour bus and have him take us with him. The tax
taxi driver we paid to drop us off. I mean, we'd saved money, pinched a bit here and there to pay for the fare. He was suspicious because we were so young, so he told the police. So they came and picked us up and took me back to Portsmouth. My mum picked me up from the station. クソだな。双子だったってことなのかな、イブと。でもイブ・スミスって書いてあるから、この人は奥さんじゃない。母は私をイブと呼んだ。どういうことだ。これ怖えな。なんか今んとここの人は。待って。イブと呼んだ。友達なんだよね。で、ハナってのは双子ってことじゃないかな。なんか分かってきたようで分かってねえな。あと何だ。双子って出るかな。出た。Twins. 双子。Really? Are you really asking me that question? 双子じゃないの？うわわわわ。これたまに出てくるのマジで怖いからやめてほしい。Are you out of your mind? Twins. 双子じゃない。There were always princes and princesses. They were the special people, more important than the other characters in their stories. We knew we were like that. Twins. Magical. 私たちは謎めいた双子。We had a poster of Princess Diana from the newspaper up in our attic. Had a pride of place. And underneath we used to put all our special things.When her engagement was announced, we were obsessed with everything she did. And later, when her life went so bad, we felt for her. Her divorce last year just kind of drew a line under things. 双子なのか双子じゃない。なんか言ってることとやってること違うんだよね、日によって。どういうことだ。難しいな。とりあえずじゃあ今回はここまでにしたいので、次またこの彼女に迫っていきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。